高級時計ファン、海外行くとき気をつけて。はい、このチャンネルは私、平成元年生まれ無凶がロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮むけます、筋肉持ってるけどね、というとこでございます。はい、本日につきましてはね、現在宇宙に行かれている前澤さんですね、 MZ ですね。 MZ さんが宇宙に行く訓練のためにね、海外に行った際にめちゃくちゃ時計にまつわるね、大事件起きております。これに関して皆様に注意喚起と、その事件にあった時計とはどんなものかというのを本日伝えたいなと思います。はい、このチャンネルではですね、皆様からの情報をもとに私がね、GMT SS マラソン中でございます。途中にね、こう白樺畑とかね、いろんなものをね挟んでますけれども、一直線で GMT に向かっていきたいなというふうに思っております。まあ、いろんなね時計情報をシェアしますので、ぜひ皆さんムケムケ OK の方よろしくお願いします。はい、まずね、何が起きたかと言いますと、MZ さんね、訓練のためね、ロシアへ、行かれたというとこでございます。宇宙のね、行くための訓練でね、ロシアに入国されたらしいんですけれども、その際になんと1億円の腕時計、こちら没収されております。いやー、これ危ないですよね。まあ、どういうことでね没収されたかと言いますと、密輸とね、勘違いされたというところです。スタッフの方がね、箱に入れて、その腕時計、約1億円の腕時計を預けた状態で入国しようとした際に、密輸と勘違いされると。ロシアはね、この1億円の時計を返してほしければ9000万円払いなさいというところをね、要求してきたというところで、これね、記事はここで終わってるんですけれども、いやいや、これって結構危ないですよね。海外旅行マジで怖くないですか、という話でございます。私のねチャンネル見ていただいてるね、ズル向けの皆さんにつきましては、やっぱりね、その海外に行った際にね、やっぱいい時計つけてね、こうインスタ映えみたいな結構やりたいじゃないですか。私も金無垢持ってね、海外とかめっちゃ行きたいんですけれども、まあ、そのね時計を何本も持ってて、それつけてくわけにはいかないじゃないですか。それをスタッフに持たせたりとかね、お付きの人とかに持たせて入ると、こういう事態が実際に起きたというところで記事になっておりました。まあ、こういうのってね、海外では普通なんでしょうかね。で、これが普通であれば、本当に海外旅行行くときに時計持っていくのめちゃくちゃ危ないですよね、っていうところになりますね。ぜひね、高級時計持たれてる方は、ここはねちょっと頭に置いといた方がいいのではないかというふうに思いました。ではね、前澤さんが没収されたリシャール・ミル、ラファエル・ナダルモデルって、これどんなものか。まずね、リシャール・ミルというね、ブランドとはどういうものか、これちょっと話していきたいなと思います。はい、私向けをね、リシャール・ミル、詳しくは知りませんでしたので、調べてみました。なんかね、高い時計っていうイメージはあったんですけれども、まあ、1999年設立、めちゃくちゃ新しいブランドですよね。まあ、ロレックスとかよりもね、はるかに上のね、雲上時計とかよりも、価格帯がめちゃくちゃ高いと。あ、やっぱり私のイメージはね、合ってたっていう感じですね。まあ、数千万円が普通という感じになっているというところでございます。そしてね、中にはね、1億円を超えるような時計もありますね。で、本当にね、こんな1億円ね出す価値があるのかと聞かれたら、これはね、あるそうです。はい、非常にね、この1億円とかっていうのは適正価格であるというね、評価がされている。本当にもう高級時計の中の高級時計、やっぱりお金持ちの MZ さんのような方はね、こういう時計つけられるんだなというところですね。まあ、創設者のね、リシャールさん自体は時計を作るような仕事をしてたわけではないんですけれども、コンセプトを作るというところで、まあ、理想の時計をね、こういう時計がいいなっていうところで、それをコンセプトを出すコンセプターとして、このブランドを立ち上げたと
というところです。過去にはね、いろいろそういうふうにブランドを作る前には、成功のね、グランド成功の職人さんとかともね、共に仕事をして、まあ、日本人のね、繊細な仕事とかそういう働き方とかっていうのも今このリシャール・ミルの時計にはね、織り込まれているという話でありますね。リシャールさんはね、スイスの時計の進化の仕方にちょっとうんざりしていたと。もっとこうあるべきだと、うん、理想があったわけですね。リシャールさんにはもっとこうしたい、もっとこういう時計を作りたいんだというところで、どんどんね、その自分の理想を叶えていって、この異次元の価格帯の、そして異次元の時計がね、できているというところです。で、バーゼルワールドとかで紹介された時に、まあ度肝を抜かれたのはそのトゥールビヨンの時計ですね。重力の影響を受けにくいこのトゥールビヨンを、非常に繊細に作られているこの機構をなんと落として見せたというとこですね。要はトゥールビヨンなのに壊れにくいというような時計ができています。で、このトゥールビヨン、スポーツのテニスのナダルモデルというね、テニスでトゥールビヨンの時計をつけて試合をするって、これ結構やっぱこれだけでもやっぱ半端じゃないですよね。そんな壊れやすい高級時計を激しいスポーツのね、手につけて、しかもテニスって手がめちゃめちゃ使われるようなスポーツでつけてブランディングしてるっていうのは、やっぱりすごいんだろうなというふうに思いました。リシャール・ミルというのはね、リシャールさんの理想を叶え続ける時計というところで、この価格帯でも非常に価値があるお時計であります。まあ、記事につきましては、前澤さんね、その没収されたところで止まってたんですけれども、最近ねヒカキンさんとかと YouTube ライブ結構やってたんですけれども、あと前澤さんの動画見ても手元にねリシャール・ミルついてますね。これはい、ついてます。これ9000万円払ったんでしょうか、それともねまた別のリシャール・ミル持たれてたんでしょうかって。いや、重力のね影響を受けにくいリシャール・ミルですけれども、宇宙ってねどんな感じになるんでしょうかね。これねちょっと気になりますね。もし前澤さん地球に帰ってきてライブとかされてたら、ちょっとこの辺聞いてみたいですよね。はい、というところで、高級時計好きの方ですね、本当にね海外に行かれる際はちょっと気をつけてください。私これ聞いて本当にちょっとねビビり上がりましたので、私もね海外行くときはちょっとねこの辺頭に入れて、ちょっと事前にねその国の事情とか調べて時計持っていくならやりたいなと思います。実際ちょっとね海外は結構行こうかなっていうふうに思っておりますので、前澤さんね、そろそろね帰還されます地球に。まあその時のね、手元をねちょっと確認してみ見てもね、楽しいのではないでしょうか。はい、そんな感じで本日はね、時計のね、事件について話してみました。皆さんも気をつけてください。はい、本日は以上です。ムケムケオッケー、ではまた。